伊勢エビシタメは10脚目の貝分類群の一つ。伊勢エビ、箱エビ、内輪エビ、ゾウリエビ、セミエビなど、大型の海性エビ類を含む。エイクレイタは、エイ、イコール、タイがない、キーラタイコール、ハサミで、ハサミがないという意味を持つ。かつてボーデールにより、現在の戦住エビシタメパリケイリダと合わせて伊勢エビ、シタメパリンユラとしてまとめられたが、 別系統であることが判明し、ショールツリヒテルにより分離された。すべての種類が解散で、主に熱帯から亜熱帯にかけて分布する。旋回から深海まで多くの種類があり、生態の体長は、数センチメートルほどのヒメセミエビ類から50センチメートルを超える、二色エビまで種類によって異なるが、体長20センチメートルを超えるものが多く、エビとしては大型である。 大型種はどれも食用として漁獲され、重要な水産資源となっているものも多い。体のみならず、ふわと第二触角にも外骨格が発達する。第二触角は、節が少ない。メスの第五捕脚は、卵の世話をするために小さなハサミ足になるが、他のふわにハサミはない。生態に長距離を泳ぐ、遊泳力はなく、すべて海底を歩行しながら生活する。 生体はどれも分厚く頑丈な外骨格を持つ。受精卵は他のエビア目と同様にメスが腹子に抱え、孵化するまで保護する。孵化したばかりの妖精はフィロソーマ妖精と呼ばれ、紅葉樹の葉のような体に長い遊泳脚を持つ独特の形態をしている。フィロソーマ妖精はプランクトンとして海中を浮遊するが、遊泳器官は他のエビ目よりも比較的長く、 また数センチメートル程度と浮遊生活を送る妖精としてはかなりの大きさにまで成長しこの時期を生かして分布を広げる。形態や生態が親とはかけ離れているため19世紀に発見された当初はエビ目の新聞類群として記載された。成長した妖精はそれぞれの生息に適した場所に定着しチエビに変態して定着する。デグレーブエトールによる 化石種のみを含むトガが2価ある。それぞれ一族ずつを含む。原生種を含むトガは2価。詳細は各項目を参照。かつてはこの2価に加えヨロンエビ化シナキシダが存在し、ヨロンエビ属パリニュレラスとパラベサスが含まれていた。デイビがヨロンエビ化を異性エビ化に統合して以来、両説が並存していたが、分子系統解析によりこの2族は、 規定的な、異性美化科であると判明した。旧異性美ビ下目パリンユラに含まれていた群を、現在の分類に即して記す。千獣エビ上下、エリョノイデアデハーン、1841や、いくつかの上か科不明の属として含まれていた。生体の体長は10センチメートルほど。複眼が小さく、触覚も短い。体表の殻は小さなトゲやゴモウが密生する。 体の殻は硬いが、ふわしは細長くあまり強靭ではない。ふわしは5体のうち前4体がハサミ足で、特に第一歩脚が長い。深海性で他の食用種と共に混獲されるが、漁獲量は少なく、食用にならない。これまでに世界各地で多くの種類が報告されているが、生態にはまだ謎が多い。昔セビシタメグリーファイデアは、 ザリガニしために禁煙なしため、いくつかの絶滅族がパリケイリだから移された。ありがとうございます。